ージ？誰だろう、こんな時間に。あ、ねねちゃんだ。突然だけど、司の公演の日、開演まで暇だし、みんなでフェニックスワンダーランドで一緒に遊ばない？最近私たち結構忙しかったし、たまにはご褒美にいいかなって思って。ルイも大丈夫らしいから、M がよかったら教えて。うわー、嬉しいな、ねねちゃんたちとフェニックスワンダーランドで遊べるなんて。何乗ろっかな。ジェットコースターは絶対だし、お魚コースターも乗りたいし、夜まで。司くんの頑張りました公演、きっとすっごくすっごく素敵なんだろうな。ワンダーステージとワークショップを両方やるのってすっごく大変なはずなのに、どっちもいっぱい頑張ってて、私たちとの練習の時もキラキラした演技になってるし、だからきっと公演でもスーパーウルトラパワーアップした司くんに、怖いな。そんな司くんを見ちゃったら、もっともっとお別れが近づいてる気がして、気がして、司くんのこと、もっと応援できなくなっちゃいそうで、こんな自分も、すごく、嫌だな。このまま、お別れが来るまでずっと、みんなの夢を応援できなくなっちゃうのかな。そんなの、私。